こんばんは、国尾です。本日は2020年の4月の11日ということになります。さあ、皆さん、19年前の本日、どのような日かご存知でしょうか。19年前、2001年4月11日、松浦矢ちゃん、ドッキドキラウメールでデビューしたいです。もうこの言葉だけで熱くなりますね。えっ、ー、と、私、おそらく人生史上最も、 好んでいる。えー、最も好きな、えー、女性ボーカリストは松浦彩になります。えー、その松浦彩ちゃんがデビューしたいです。ああ、もうこの話だけで終えてもいいかもしれない。<laughs> えー、続けてまいりましょう。今日はドッキドキラブメールの話だけで終わります。えー、その代わりしっかり、えー、と、この曲を知るもいいですし、松浦彩ちゃんっていうのはどんな子で、 どんな人がファンになって、そして今の僕はハロプロのファンにつながるまでの原点なので、その辺のお話もしていきたいのでお付き合いいただければと思っております。まず時代背景いきましょう。2001年4月とはどんなタイミングだったのかということです。えー、当然ですけども、21世紀がスタートしております。で、ハロプロに関してで言うと、その年のハロコンだったのかな。 で松浦ちゃんが「100回の奇数」を歌ってというふうなのがお披露目だったというふうに言われているんですけれども僕そこはあの一番最初の経験というのはん <laughs> か言い方変だけど前年の美少女日記というドラマだったんですね。 でそれはテレビ東京の深夜で多分やっていたやつで、まあ、僕当時歌舞伎町のなぜタバコ屋でアルバイトしてたかというとうちの親が寿司屋を長い間やっていてそこでまあ僕はミュージシャンをね、うん、目指すというかやりながらあーでただ収入というのが安定し,しないでアルバイトをしながらやってたんですね。 でアルバイトを他でやるんだったらうちは手伝わないかということで寿司屋の正面のところ、株町の東口から来たら付き合ったところなんですけどあ付き合ったったところなんですけど今東方のゴジラがあるところですよあそこで雑貨屋をやっていてそれ雑貨屋っていうのは主にタバコをやったんですけど、まあ、そこの店番しつつ、まあ、水商売系のバコを売りながらとか、ね、自動販売機補充しながらとかそういうことやってたんですね でその時にテレビ見ながら仕事してたんでテレビ東京の深夜の番組を見ていてまあこんな子もいるんだなってイルカと戯れる少女を見るという感じ,で感じが最初ですよでもその時何にも意識してませんそれで2001年になり、えー、ドッキドキキラウメルが出るわけですよねこれも朝方テレ東の朝方ってやたら当時の「ハロー」の MV が流れるんですよ PV、MV、まあ世代によって言い方違うでしょうけどそれで僕最初意識したんですでこの曲いいなこの子いいなっていうふうにもう思ってたんでまあとりあえずこちらですねデビューシングル購入しましてで聴く聴いたわけですよほいで本んとは「ドキドキライブメイの話だけと言ってたけどこれ「カップリング・ウィズ」が「待ち合わせ」という曲でこう実はこれがめちゃくちゃ良 <laughs> くて なんかそこからおーっともうい,い松浦は見るよううになっちゃうんですね積極的にまあそれでその年の年末これよく2002年の1月1日発売って言われてる「ファーストキス」「松浦のファーストアルバム」ですけれどもこれね東京新宿の CD アとかのリリースは僕予約してたんですけど12月30日に入ってたんですよそれで連絡電話来て当時電話ですから電話来て入ったよっていうんで。 取りにに行って12月30日に僕はこれの cd 版聞いてますこれタワレコで発売したアナログ LP 版なんでねまあこれもいい音の出し方ってポイントあるんですけど、まあ、その話はまた別としてねでドキドキラブメールの話戻しましょうえっ、ー、とね時代的に言うともう携帯はもちろん浸透してましたでポケベルではもうなかったですねで PHS まだしっかりある時代そんな感じですねでもまあ携帯かなみんな 電話の手段メールももちろんやっていました携帯メールなんていうのがこの、えー、と歌詞の中では重要になってきますのでそういうようなねあの日常というのはありましただ今と違うところっていうのはたくさんあるんですけれども例えば DVD はありませんビデオ VHS ビデオです、ね、この辺に書かれてるこのライブの DVD ありますけどこれも当時は VHS でしたねえ 2004年でかなり DVD にメディア変わるようなイメージですですので今の状況おそらく若い人たちで言うと19年前の状況っていうのは記憶にある人って少ないのかもしれませんねでそんな中で松浦彩ちゃんはデビューします彼女の最初のインパクトというのは僕はね可愛い,いではなかったんです歌が歌えるなでもこの子 この,この子時代に合ってないないとかそんなことも思いました時代というのは何だったのか当時はね「あゆ」ですよ浜あゆみそして宇多田ヒカルももちろん全然現役ですあと「スピード」なんていうねグループもまあ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 その辺がアイドルの花形あーまあスピードはちょっともうモーニング娘。というのの存在にねあの代表されるようなところでちょっと存在感というのはまた別の次元にありました もレジェンド入りですよね、ねその頃は、ね、やっぱああいうかな時代的にはそんなようなタイミングですよなので何が言いたいかというとこ,これ大丈夫かなっていうのとあと何でか俺興味いくなっていうその両方ですで興味は彼女のポイント3つ説明しましょうポイントというところもうこれ短くいきますまず笑顔がいいそれも あのすごくいい100%の笑顔じゃなくて6割7割かなすごく背伸びしてる感じですその笑顔がいいですそして2つ目神秘的に映りますなぜ神秘的なのかこれは何とも言えない透明感を感じましたで透明感とは何なのかやっぱりね目ですよね目力なんていう言葉は後に使われますけども何か一点を見ているんだけども儚い そしてまだ何も到達していないだけれども伝えたいことがある目そういうふうに僕は取りましたこれが2つ目ですで3つ目声彼女の声がいいこれは変えられないっすね何とも言えない魅力ですもうもし聞いてないんだったらもう今日はドッキドキラウメイから聞いてくれと言いましょうここを聞いてほしいですでこの大きな長所3つ これが一曲で届きました、うん、そしてまあま待ち合わせの話をまた改めてしますよこの曲も素晴らしいんですけどそしてドキドキラウメールは歌詞が素敵ですなんか未来に向かう女の子のスタートというのを全全部を通してですよねアレンジも含めてこのアレンジの高橋悠一さんね森高千里さんから何からアイドル 様々やられててご本人もね音楽業界で長いキャリアを持っているという方ですけど彼のアレンジそして何よりつんくさん歌詞つんくさん曲ですよねもう三密体というのはこういうことでしょうねまあ僕前の動画とかでもつんくさんが女の子だったら僕松浦やそういうふうな気持ちで作ったアイドルタレントなんじゃないかななんて思ってます。 これはどうしてあとの後の TWO ぐらいまでで、うん、トリプルもまあ入れてもいいかもしれないですけど TWO というのはセカンドアルバムトリプルというのはサ,ドサードアルバムですねここまで入れていいと思うんですけどそこに行くぐらいまでつんくさんはすごく松浦に宿ってた気がすするんですよねで松浦もそれを分かって、まあ、短い時間だったんですけど僕つんくさんに身を預けたと思います。 そのスタートですしその扉開いた時のこの本当ににドッキドドドキキキキラブルルティタイトルですすねねキキ感にあふれてます、ねうんまあ、この歌詞はもう皆まで <laughs> なんですけどファミレスにも入ったとかあのメールを送って下北にもなれたとかそのシーンがねなんか僕下北なんていうのもいいとこついてくれたなと思って。 僕上北沢生まれなんですけど当時ね小学生の時は塾ね教育すごく <laughs> 教育ママ世代というかそういうもんだったですから小4から塾行ってて調布校の日農圏というところに行ってたんだけど小5の時に下北校ができて下北に行くようになるんですよ。でその時とかまあ上北沢から下北沢って自転車で15分ぐらいで行けるんですけどそこで行き見ていた風景まだ 若者の街と言われなくて商店街のちょっと発展所の下北ですね共同が大きくなったようなっていう <laughs> イメージなんですけどでも劇団の街そしてまあバンドマンとかもちょいちょいいるようなそういうような街だったんで下北の風景というのが自分の子供の頃と松浦彩ちゃんがその14歳ぐらいで感じているであろうここはフィクションだと思うんですけどそういう部分っていうのがなんかつながるところもありましたね。 僕なりですけどまあ僕の話はこの辺にしましょう。で「ドキドキラウメール」この曲の素晴らしいところそしてこの曲というのが今のハローでも歌い継がれているという話に移りましょうえっ、ー、とねちょっとね YouTube で今見れるものというふうにしようと思ってるんで、まあ、僕は y o u t u b e 的な立場だと思うんでそれでその観点で調べました、えー、見れるバージョンっていうのが今 YouTube で言うとう 10, 10曲ありましたね10バージョンありました でこれ、だだだと上げていくと、まあ、上子、上子日和の上子、あと、福村瑞希、えー、岸本ゆめの、山崎ゆはね、この辺はバースデイイベントですね。それで、まあ、岡市佐と辻希美、嗣永桃子、萩原舞、清水咲なんていうバージョンも、YouTube で見れます。これリンク貼っときます各バージョン、長所、そして時代背景なんていうのも楽しんでもらえたら面白いんじゃないかと思います。で この中であの順位とか優越つけるのはあれなんですけど思いというところと技術というところで三冠を作りましょう打率ホームラン打点みたいな感じでいきましょうでこれね一番自分としてはあの松浦に似てる度というところを一個いきましょうかね松浦に似てる度というところで言うとこれはねルックスで言ったら山崎ゆはねなんですよ これもう皆さん松浦好きだった人よ山崎ゆはねが松浦を歌う時ってもう「胸髪」っていう言葉ですか声とかそんなでもね記憶の補足って怖いですね声とかそんな似てないんだけど冷静に聞くとこれグッとくるもんあるんすよねなんか現在現在に松浦帰ってきてくれたみたいな瞬間訪れますでそのノスタルジックというのが分かる人は山崎ゆはねの「 ドドキドキラメールこれも大ほんで,、ね、で今の「ハローに」に本人がそういうことを思われるの好きかどうかは別としてでも大スター松浦ですから、うん、そこに似てるというのは使っていくべきだと思いますユハネの魅力は他に全然ありますでもまあそれをおすすめというところで山崎ユハネのバージョン一つでもう一つ歌唱力歌だけそこでアイドルの方というところを松浦と語るんであれば嗣永桃子ですね。 も桃子は何やらせてもすごいんですけどアイドルの方というところで言ったらこことはできませんこのバージョンというのは聞いていただきたいなと思いますそしてもう一つこれね選ぶのどうしようかって悩んだんですけど今のタレント化している彼女からは想像つかないと思うんで辻希美のバージョンというのを聞いていただくのは面白いんじゃないかなと思います当時ね松浦と世代が近いんですよね 松浦より一個下だったと思います松浦は1986年の6月25日生まれなんですけどその一つ下の87年生まれが辻なんですよね。キャリーは辻の方が上ですけど。で彼女はこの曲の世界観とか松浦のタッチしている感覚っていうのをよく分かって自分のゾーンに落とし込めているうまさがあります。この3バージョンでででいいしししょうそてて一番僕として最近で うん、これは惜しいけど頑張ってほしいという意味で言うと「岡市里」のバージョンなんていうのもすごくいいですね。「上国梁萌え」もいいですけど「上国梁萌え」あ「あ上国梁萌え」も聴いてほしいな。切りなくなります。ドキドキラメル歌ってくれるととてもその子のなんかあの培ってきたハローのタイプあと目指している歌手の姿勢そういうのがよく見えますね。その子さんもそう思って、 松浦やちゃんんにドキドキキラウメールを書いいたんだと思いますでは動画の最後に「ドキドキラ・ウメール」という意味というか松浦がその後どのように歌い継ぎ最終的に彼女のキャリアの後半どうなっていたかっていうところで締めていきたいと思います松浦自身が14歳の時に歌った曲ですまあ彼女が思い入れがなかったというのは嘘になりますでしょうそしてファンにとってもうん ここのの曲を外して語ることというのはおそらくできませんでも後に歌われる松浦綾っていう,うなん,いうんですか歌唱法それはもうこことせいぜいトロピカーで恋してるセカンドアルバムですよねその後は彼女はこの歌唱法というのはあ、まあ、二度と訪れませんそれはどうしてかといったら翌年に「桃色片思い」この年の末に「ラブ涙色」という曲がヒットします。 この『ラブ涙色から桃色片思いぐらいまでだけでも成長ありますし桃色片思いから2002年の後半の、えー、ザ美学ぐらいでもまた変化が訪れるんですね。でその彼女の歌い方というところで2008年ぐらいのこれもドキドキラメールリンク貼っときますよ。デビューしてからもう7年で別人ですね。まあ中盤でも全然別な歌い方してるんですけど。 うんなんか歌手としての進歩というところの原点これがここにあると思いますで声を変えていきます歌い方を変えていきますアイドル像というのを先ほど申し上げましたもう桃色片思いで外に出ていく「あやや」という像ここにたどり着きますまだこの頃は「ああや」でしたねでそのアイドル松浦綾というのをコーティングしていくそういうイメージでしたね そのコーティングしていったときに自分の像というのを1年単位ぐらいでイメージ変えていくんです。キセラの3部作なんて我々言ってましたけど思い色片思いねえー、奇跡の香りダンスこの辺でしょうでこの辺までが松浦彩のアイドル像です。でも全部これ歌い方違うんです。彼女はデビューしてからものすごいスピードでアイドル像を変えていきました。まあ、その原点 そしてその形になるスタートねえそれがドキドキラーメールであったということですよ、まあ、今日はこの曲せっかくですし松浦屋というヒストリーのスタートですし短い時間かもしれないけども残りまだ4月11日がありますし、まあ、この時期が過ぎてからでもいいですけどハロプロの僕にとっての原点ですしつんくさんもソロ曲というところで言ったら原点だと思います。 そのドキドキラウメールの記念日に皆さんと一緒に振り返ってみるそんな時間を作ってみたいと思いました。ご清聴ありがとうございました。また近いうちにお会いしましょう。松浦屋聞いてみてね。